この歌知ってる？傷つく誰かの心を守ることができたなら、あのロビンの曲だよ。もうすぐ女王セレモニーだから、無境の中でも時々彼女の曲が演奏されるの。ここは夢の中の空に一番近い場所で、街の喧騒から離れていて、ドリームメーカーの言い争いもない。誰にも邪魔されることなく、今の風景、人、そして夢を感じられる。なんて綺麗なんだろう。時間が永遠に黄金の時にとどまって、金色の夢になってる。パブの愚者やガーデンのメモキーパー、放浪する巡回レンジャー、カンパニーの使者、請求列車の名なし人、それから私。ここでは理由に関係なく、誰もが平等に眠りにつく。それぞれの目的はあるだろうけど。ごめんなさい。本当は私は密航者なの。やっぱり君は騙せないね。私の故郷はとっくの昔に滅びてるの。レギオンの仕業かもしれないし、スウォームのせいかもしれない。私はピノコニーの多くの現地人と同じ生還難民なんだ。調和はあらゆる人々を受け入れた。遠くから来た放浪者たちもね。でもファミリーは彼らを受け入れたけど、結局みんなここの人じゃないの。この輝かしい大都会の中で、ある人の夢はピノコニーと名付けられたけど、ある人の夢は現実と変わらない。ここに来る普通の人たちはみんな最初は同じ目的を抱いてるのに。私もそうなの。現実の私は叶わない望みを抱いてる。それはあまりにも強烈で、だから無境に訴えることにした。ロストエントロピー症候群、この言葉を聞いたことはある。奇妙な現象なの。この病気にかかった人は物理構造が不可逆的な慢性乖離に陥る。要するにゆっくりと消えていくってこと。そしてその消失は周りの人にはほとんど気づかれない。人並みに走ることもジャンプすることも、他の人と会話することもできる。全部正常に見えるの。ただいつも人より少し遅いだけ。それがさらに遅くなっていって、いつか自分と世界全体の境界が曖昧になる。現実と夢が同じようにバラバラになるせいで区別がつかなくなる。だからどうしても拒めなかった。想像できる？この夢の中では私、冷たい医療カプセルの中にいなくてもいいんだよ。医者の言葉を忘れて、自分の体で好きなものを聞いて、見て、触って、考えて、感じられる。この世界は真実じゃないけど、この感覚は何よりも大切なの。今この瞬間のように。ごめんなさい、ちょっと事情があって、まだ全部は打ち明けられないの。でも君に正直に伝えたいこともある。時計屋の遺産は確かに私が追い求めてるものだけど、だからといって
それをめぐって私たちが対立する必要なんてない。少なくとも私はそんなこと望んでない。ありがとう。焦土の夢を見た。一本の新芽が土を突き破り、朝日に向かって咲き誇る。そして私に囁くの。招待状の質問を覚えてる？生命体はなぜ眠るのか。見て、この夢の地では全てが許され、あらゆる可能性がある。振り返りたくない過去は泡のように消えて、向き合いたくない明日は永遠に訪れない。人々はなぜ眠ることを選んだのか。私はね、夢から覚めるのが怖いからだと思う。なんだか重苦しい雰囲気になっちゃったね。ごめんなさい、こんなはずじゃなかったんだけど。どうすれば空気を変えられるかな。そうだ、君は列車に友達がたくさんいるんだよね。こういう状況になった時っていつもどうしてるの？自撮り、自撮り、それいいかも。っていうか、ここには何度も来てるのに、どうして写真を撮ることを思いつかなかったんだろう。でも一人で撮るのはちょっと慣れないな。一緒に撮らない？記念だと思って。笑わないでほしいんだけど、私カメラを向けられるのが怖いの。はい、君が持って。待ってね、準備するから。よし、撮ろう。1、2、チーズ。時間が経つのって本当に早いね。私も現実世界に戻って休もうと思ってるの。行こう。黄金の時でお別れしよう。